こういうトラックを作るには金を考えて作ることはありません。だから気持ちの中の値段なんで。私は田島純一と申します。デコトラと言われているものは3台ぐらいなんですよ。それを35年間かけて作り上げたっていう。でもデコトラっていうのは見た通りこういうデコレーショントラック、英語で言えばデコレーショントラックっていうんかなと思うんだけど、こういうデコトラが始まったのは50年ぐらい前から始まったんですけど、自分の生き方とか自分のふるさととか自分の家族とかそういうものを乗せて走れるっていうものが魅力なんじゃないかなと思ってます。このデコトラの全国の歌丸会という会長をしてます。やっぱり世界でないトラックを作るっていうのが俺たちの意気込みなんで。名前は山田義和です。この車は龍神丸っていう名前で家1軒分ぐらいかかって、弓が叶ってから悔いのねえような、これ全体的に気に入って自信作だから。名前が菊池正恵です。総額的にはまあ1000万近いような金額は多分かかってると思います。綺麗に電気をつけて走ってて心が癒される。やっぱりトラックってよくそういうことは怖いってイメージとかそういう言われるんですけど、このデコトラを見ればこんな可愛い色とか可愛いトラックを見て、それは人間の本心が出てるんで、そういうことはないし、デコトラを通して少しでも喜んでもらえるっていうそういう気持ちが思ってもらえればそれがありがたいんかなと思いますよ。ぜひ文化に残してもらいたいよね。